はい、どうもライです。今回なんですけど、今回こちらのあなたの瞳にフォーリンラブという、イベントが来たので、そちらの方を攻略していこうと思います。で、なんですけど、今回使っていくのは配布キャラのみで、やっていこうと思ってるんですけど、一応ね、条件魔導士の一覧で配布キャラなのはこちらの、ジュビアと、ルーシー、この星さんのルーシーと、こちらの手作りショコラのジュビアが今回の配布キャラになっております。でですね、一つ言っておきますと、配布キャラのみでこちらのあなたの瞳にフォーリンラブ5は、もうクリアするのは不可能というのはもう結論として出てます。一応ね、これ撮る前に、こちらを調整してみたんですけど、一応編成を見てもらうんですけど、編成はこんな感じですね。ジュビアも110マックスですね。で、まあ、ルーシアはちょっとレベル、最大までになってないんですけど、ジュビアの方はほぼレベルをマックスにして、クールタイムをつけて、水属性ダメージも上げつつ、攻撃力とかも結構上げてるんで、でステータスがこんな感じなんですけど、多分ね、セカンドオリジンもないので強化としてはここまでしかできないと思うんですけど、どんなに頑張っても、多分これ以上の火力を出すことは多分そんなにできないと思うんですね。まああとできるとしたらショコラとかのレベル上げたりとか、まあ、でもこちらもね、かなり厳しいですし、まあ、ほぼ不可能なのかなともう個人的には思ってます。で、5の方で最後に、まあ、雪の塔下が出てくるんですけど、絶対初手で攻撃されるんですよね。で、この 100% ですね、ラブハートマックスを絶対に雪の打ってきます。こちらを打たれると一撃でやられます。はい、どんなに多分上げてても一撃でやられちゃうんですよ、ここ。あとはですね、まあそれで生き残ったとしても、ミラージェンの高なる思いとか最高のひとときとかで多分攻撃されるので、その時点でもう2発食らった時点で確実にジュビアと、ルーシーは確実にやられてしまいます。お薬を使っても超人薬とかを使っても、確実に倒すことはできません。はい、これだけは伝えておきます。まあ、なので配布キャラだけの人は、まあ、配布キャラしか持ってないよっていう人は、限界がこの4だと思いますね。なのでこちらを、今回は攻略していこうと思います。ではやっていきます。よし、出発だ。まあ、なので今回は、ガチャゲンがいないと、勝てないイベントなのかなと思っております。まあ、配布キャラだけではちょっと厳しいかなと思いますね。まあ、キャラもキャラなんですよね。まあ、ジュビア、まあ、持ってないですよ、魔法。いい魔法はね、持ってないので。まあ、でも逆に言うと、ジュビアとか、まあ、ルーシーのいい魔法を逆に持っていれば、それを入れて攻略することはまあできなくはないと思います。なので例えばね、ジュビア、今新規のキャラとかも結構来てますけど、そのジュビアを、ジュビアの魔法をこいつに装備させる。 そしたら基本的に装備時の効果とかもつきますので、まあ、勝てるのかなと思います。まあ、なのでこん、あ、ですが今回は一応配布キャラのみで戦うっていう、あれなので、まあ、今回それは使ってないんですけど、そうね、逆にそれがあれば、まあ、勝てなくはないと思います。まあ、なのでね、まあ、他に強い、ミラ、あ、ミラじゃない、ジュビアとか、ルーシーの魔法を持っていれば、まあ、配布
キャラを使って攻略することができると思います。はい、ということで今回こちら攻略できました。まあ、4番なんですけど、配布キャラの魔法とか、まあ、常設の魔法のみで、今回攻略したということになります。はい、まあ、なのでまだあの、ね、ジュビアとかルーシーの、ね、強い魔法を持ってない方や、まあ、ガチャゲンのキャラを持ってない方は、こちらの2人の配布キャラで4までは攻略できるというのは、見ての通りでございます。まあ、5はね、5の場合は本当に強い魔法とか、まあ、ガチャゲンのキャラを持ってないとクリアできないので、うん、という感じの検証になっております。まあ、あとはあれですね、さっき使ったですね、先ほど使ったこれですね、こちらの混乱または下になる、水流タイプ、こちらは入れないと逆に4勝てないかもしれないです。うまく状態異常をかけないと、それこそ火力で押し切られて倒されたりとかいうのがあるので、まあこの水流の台風はおすすめします。ということで今回この辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローよろしくお願いします。